ポルトマリンは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体。コマルカで、ルーゴに属し、リベーラ桜地区を構成する自治体でもある。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は1690人。住民故障は、男女同系でポートマリナンス。カスティーリア表記はプユルタマリン。 ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.54%。ポルトマリンは、ルーゴ県の西南部に位置し、コマルカで、ルーゴに属する。隣接する自治体は、北が、グンティン、東側を、パラモトパラデーラ、南が、タボアーダ、西がモンテローソで、自治体の中心は、サンニコラーオデポルトマリン教区のポルトマリン地区。ポルトマリンは、 シャンターダ司法管轄区に属する。自治体内には、カトルマイオールのカストロ、ビーレスのカストロ、ベドロのカストロ、カストロロブリシェ、ビラのカストロ、ソエンガスのカストロなどのカストロや古墳が残されている。この地区において、ローマ人によってミーニョ川の最初の港として建設されたのは、紀元2世紀のことであった。792年には、ポーチャムリニーとして記録されている。 自治体市長は、ガリシア国民党のフアンカルロス・セラーノ・ロッペス。自治体表議員は、ガリシア国民党。5、ガリシア社会党。3、ガリシア民族主義ブロック。1となっている。ポルトマリンは20の教区に分けられている。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。